ノイリープラットとは、フランス南部のエロー県にある、マルセーランで生まれた、ドライベルモットである。根性種の一種ではあるが、通常リキュールには分類されない酒。1813年、植物学者、ジョゼフ・ノワイによって作られた、ドライベルモットあるいはフレンチベルモットと呼ばれる無色の、ベルモットの元祖である。なお、赤いノイリープラットと、琥珀色のノイリープラットは、後年のものであり、 あまり知られていない。ノイリープラットのアルコール度数は18%である。村中に保管されたワインは自然にその特性が変化することが知られていた。長距離輸送中に樽の中のワインは色が濃く香りが深くなる。この自然な変化を模倣し、1813年、ジョゼフノワインはフランスで最初のベルモット製造方法を確立した。1855年に ジョゼフの息子ルイノワイーとヨーシクロディウスプラットはマルセーラにノイリープラット社を設立しベルモットの販売を開始した。1971年ノイリープラット社はマルティーニエロシ社に買収され現在はブランド名となっている。マルセーラにあるノイリープラットの工場製造方法は1850年代から基本的に変わっていないノイリープラットの原料は マルセーランで栽培されたピックプールドピネダネとクレレット種の白ブドウに限定されている。これらを特製の貯蔵庫中の大きなカナディアンオークソンで熟成させることで軽くフルーティーなワインができる。8ヶ月乾燥中で熟成させることでワインを熟成させきのフレーバーを吸収させた後、より小さなオークソンへ移し屋外で1年間保管する。太陽の熱、海風。 そして冬の低温にさらされることでワインはゆっくりと変化する。その結果、ワインはドライで重厚なコクが生まれ、またその色はマディラワインやシェリーに似た琥珀色に変化する。1年間の屋外での保管中に容量の6%から8%が蒸発する。なお、この蒸発した分は天使の分け前と呼ばれる。その後再び屋内で数ヶ月保管した後、 オークソンに移し替える。その際、まろやかにするため少量のミステルとフレーバーを強化するために1つまみの果実性を加える。オークソン中では3週間にわたってマセレーションという工程が行われる。ここでは毎日20種類のハーブとスパイスが加えられる。添加物はカモミール、ビターオレンジの花碑、ナツメグ、セントリー、コリアンダー、クローブを含んでいるが、全容は 企業秘密とされている。さらに6週間寝かせ出荷準備のできた製品は、タンカーで、マルセイユに送られマルティーニエロシ社により瓶詰め、出荷される。生産されるノイリープラットのほとんどは、世界中で有名な透明のドライベルモットであるが、その他に2種類の亜種が存在する。列島ノイリープラット通常のノイリープラットと、同じような製造工程で作られるが、 およそ30種類のハーブスパイスが追加され、液食はシンクとなる。フランスでは、ノイリー・プラット直営店で飲み購入できる。アンバーノイリー・プラットマルセイユのノイリー・プラット直営店で飲み購入できる。液食は琥珀色。ノイリー・プラットはそのまま飲むことも多いが、カクテルの材料としてもよく使用される。最もよく知られたカクテルは、ノイリー・プラット1、3と、ジン2。 三で作られるマティーニである。ただしこの混合品は好みによって調整される。ノイリープラットは特に魚向けのソースに利用される。BBC の料理番組フレンチオデッセイにおいてプレゼンターでシェフのリックスタインはノイリープラットをラングドックのもたらした真の風味と称し、魚料理のソースとしてスータの白ワインを試してみたが、ノイリープラットが最良であるとの結論に達した。 実際、赤ワインのソースと違って、白ワインのヨシ悪しは、ソースの完成度にほとんど影響はないのだが、ノイリープラットの持つプロバンスのハーブ、スパイスの風味は、風味付けに良いと語っている。ノイリープラットのワインセラーは1年を通して公開されており、わずかな入場料で見学することができる。訪問者は、ツアーガイドによる製造工程の説明や、 蒸気の3種類のノイリープラットの死因などが体験できる。年間8万人を超える観光客が訪れており、観光名所となっている。作家 T.S. エリオットは飼い猫に、ノイリープラットと名付けていた。リック・シュタイン、フレンチ・オデッセイ、プログラム Q、BBC ・バロルズ・フォー・マチュアリング・ザ・ワイン・エブ、ワークショップ・プロダクション・イン・マーセン。ありがとうございます。